広島大学男子バスケットボールのライトの京都先生とインド留学中のノブです。本日は方面ドリルの紹介を行います。リバウンドと方面の組み合わさった練習となっています。しっかり頭の中を整理して見ていきましょう。やっていく。リバウンドから速攻までの練習ができるので、ぜひ取り入れてみてください。バイバーイ。